あ、なんかいいとこ来たね。ね。いいじゃん、ここ。めっちゃいい感じ。踊る。踊れる。これってさ、車で通ったくない？任せるわ。え？今ね、方向音痴だからね、地理が見れない。確かにママめっちゃ方向音痴ですね。合ってる？うん。ここさ、車で通らんかった？あれ？ちょ、これ分かりにくいこの地図アプリ。自分の地図で見れば。うん、危ない。うん。ひたすらまっすぐです。こっち？うん、こっち？そう。この中にあるんじゃないの？あ、これ？そういうこと？知らないけど。多分この中。秋寂しいから嫌われた。まあ別に早く秋来てほしい。美味しくない？でも早く冬は来てほしいよ。そう。おかしいよね、言ってること。ここ違う。ここじゃないの？引き返します。はい。何？ママと同じ方向しね。こっちじゃない？こっちないし。行き止まりなんだけど。いいとこ来た。ねえ、よかったね。ほら、めっちゃいいやん。どこだっけな。あそこ夕みたいな。風邪ひいちん。方向音痴の私はもう方向音痴ありません。今日もおたかつに付き合ってあげてます。そうなんですね。ありがとうございます。はい、並びたいと思います。ありがとうございます。結構いるんでしょうか。結構いますです。いますですね。いますです。あれ本当だ。え、ここは何？ CD 売ってんの。んじゃあ、ということで CD 買ってきました。ママ、ありがとうございます。終了。はい、終了です。見ます？じゃーん。じゃーん。素晴らしい。ありがとうございます。はい、どうぞ。じゃあ行きましょうか。はい、行きます。R1 みたいなのがある。乳酸菌。どこ？もっと大きいやつあるよ。え、どこ？ほら、ほら。で、すごいでか。でか。すげえ。すごい面白いね。あの TikTok を撮ります。はい。なんか広い広場だったんで。うん、いいね。行きます。こういうさ、静かな街が好き。あ、レインボーブリッジ。あ、ほんとだ。ラグーナ見た。めっちゃ綺麗だと思う。ラグーナ見た。あ、いいじゃん。暑いよ。暑いね。違う。手伸ばしすぎ。私、手長いから。いいか。暑い。ちょっと待って。イカは嫌いだけど、うん、これは美味しいね。あー、いいよいいよ。あ、いい感じ。あ、これいいんじゃない。いや、それいいやん。あ、それもいいよ。これ、これどこにしよう。あとでほぼ消すから、うん、このポーズでさ、遠くから撮って。はい。これってことですか？これちょっとこっちすぎるやん。あ、楽しみ。お台場。え、今今さっきからあそこにお台場が見えるって言ってたのに。だからここで写真撮ってあげてる。そういうこと、うん、船乗ったことない。良い人。乗ったことはない。マジか。あれならあるよ。自分でさ、行為でさ、池を乗れみたい。今日メイク濃いね。かっこいいですね。すごい、なんか降りれるんでしょ。車で通ったよね、やっぱり。これがあったけど、これだったっけな。 あれかな、こっちかな。めっちゃビビってんじゃん。やだ、ハト。黒くね、黒。やだ、やだ、ちょっと待って、やだ。この辺でもいいじゃない。自由を手に入れた。
いい曲よ。ね、好きだよ私、うん。僕が一番欲しかったものが好き。いいね。じゃあ撮るよ。え、セイと一緒に撮る。だから待ってた。うん、動こうかな。じゃあ私も撮りたいもん。なんかさ、違くない？大丈夫？すごいよ。今度こっちかもしれん。え、曇ってるよ、でも。ほら。ほら。こっちに置く？うん。電車の音絶対見てるよねって。え、見るわけねえだろ。はい、無事とりあえず3つ下書きができました。あ、よかったです。とりあえず1つ。あれ、さっきのはやっぱりバラウツボは口がでかいよ。口がでかいからちょっと今回はやめようって言ってそうなんで、やめよう。せっかく撮ったのにね。撮れるんじゃないですか。自動販売機買いに行く。あ、ここターミナルなんだね。あ、船の？うん。へえ。なるほど。ああ。ラグーナみたい。なんかさっきからラグーナ。ありがとう。ミルクティー美味しいよね。美味しい。東京ショップ。アイランド。何の店かな。見せる。あ、アンテナショップ。あ、アンテナショップか。え、見たことないですか。え、これさ、売ってなかった。買ってた駄菓子屋さんで。そう。で、こうこうやって言ってたやつ。さて、今から原宿行きます。食べます。あ、いいね。レープ食べて帰ろっか。食べて帰るの？早くない？食べるだけ？いや、もっと他に食べようよ。え、食べたい。ね、お昼ご飯食べてないし。とりあえず移動しましょう。はい。いいの？ユニカモミに乗って。ユニカモミでじゃないじゃん。浜松町だよね。あっちか。うん、歩きます。歩きます。ユニカモミになりたかった。楽しかった。バイバーイ。450m で着くんだ。ね、近い。あ、そう。涼しい。建物はいっぱいあるけどさ、こういう至る所に緑があるところがいいね、うん、すごい広々としてる。じゃあ目の前には東京タワーです。すごい。ちょっと見えない。あんた、あった浜松町駅ありました。めっちゃありそうだね。すごいです。この人すごい、すごい人です。行きます。行きましょう。人のさ、いつもの状態。毎回もらってない。そう。今日は食べたことない。今日食べたい。好きそう、ココミちゃん。絶対好き。何系にしよう。甘いの。どうしよう。フルーツ。じゃあうち照り焼きにする。お芋あるよ。お芋にそう。あれ上のやつ。うん、じゃあお芋にする。お芋にする。今日照り焼きにする。うん、うちの照り焼きは変わらん。来ました。ありがとうございます。じゃん、めっちゃ美味しそう。美味しそうです。恥ずかしいですね。ご飯系で。いいよ。恥ずかしくないですよ。一人だけペッチャンコ。いいじゃん。はい、いただきます。決めた。うん。ね、バニラ、うん、レタス、うん、まあまあや。生地が美味しい。めっちゃ美味しい。昼ご飯でしょうか。うん。昼ご飯っぽい。今日の一食目。はい。一食目は卵焼き1個でした。私も2個僕が作った卵焼き。今日久しぶりに外出してる。昨日なんて本当にゴロゴロしテストの次の日ってゴロゴロしたくなるじゃないですか。まあそうだね。なる。せいさ、9時とかにさ寝てるからさ、身長伸びるってこと？いや、昼寝、夜寝。
してるから身長伸びる。伸びてんの？伸びてる。マジ？差が全然ないじゃん。確かにね、伸びてるね。追いつこうとしてるね。美味しかったですね。お腹いっぱいだね。でもね、せいちゃん、はい、足りなさそうなんだよね。食べた失敗系って何？ケバブ？さっきあったよね。そう。私もまたトレーナーですか。ああいう系可愛いと思う。可愛いよ。可愛い。うん。似合う。でもさ、こういうスカート履きたいんだけどさ。履いたら？でかい。ベルトついてる。でかいし。ああ、ウエストもでかい。だからベルトも。ピタッとだよ。これ可愛いね。めっちゃ可愛い。可愛い。いいんじゃない？いいんじゃない？こういうセーターも可愛い。え、来た。めっちゃ可愛くない？これ可愛くない？うん。なんか食べるものとか良かったですか？クラブとか大丈夫ですか？クラブ多分帰りの方にある。買いますか？どれ？ケバブ。ケバブいっぱいある。え、私食べたことないんだけど。普通のケバブってどれ？普通のケバブ。美味しそう。そう、初めて食べる。初めてだね。辛い。うん。美味しい？うん。美味しい。ついてる？美味しい。うん。来た。すごいね。中には入んないの。うん。トラックの中。だ？おお。でもめっちゃ風を感じた。でしょ？マジ怖いんですけど。でも本当に怖い。怖い。じゃあ餌がない限り来ない。マジ怖い。おお。マジ怖い。おお。マジ怖い。ちょっとこれは怖いわ。あんなところでさ羽ばたかれても。え、それな。マジここ怖い。マジ怖い。ここ怖かった。まあいい時間になったね。うん、なんだかんだね。すぐ来るよ。すぐ来る。いろいろ出かけてきましたけど、はい、楽しかったです。楽しかったね。バイバーイ。